ガリガリでな、さっきから物途中倒れてもとんやけど。かわいそうに、どないなんやろ。ガリガリやん。おーい。目出てもとうで。おーおーおー、ほい、ほい。ほい、パン食べよう、パン。パン食べ、パン。ちょっと。パンやったんやけど食べへんねんけど。どうしたらええやろ。おーい。おーい。台風がね、来るからいうことでね、ちょっと金本広場。ちょっとうっそうとしたところをね、切ってね、ずーっと山際のね、奥に行ったらね、霊園になってて、で、自治会のね、それがね、なんかね、物音が聞こえてきたらね、鹿がね、倒れとんよ、向こうで。で、ちょっと近寄ってみてね、パンをやったりね、いろいろしてみとんやけどね、どうなんやろ、水が足りひんのんか、熱中症なんか、餌が足りひんのんか、餌がないよ、だってね、自然のもんやからね、水切れなんやろか、こっち見とうけど、なんかちょっと、気が気じゃないやんな。どうしたらいいです？なんか愛らしいな。ぼてっと倒れ、おー、頑張れ。自然の暮らし、キミポン広場。はい、いうことでね、向こうで倒れた状態なんやけど、どうすることも、もうね、猟友会の人が捕獲したりするぐらいの、鹿やから、もうどなしていいかちょっとよう分からへん、でも生き物やから、なんかかわいそう。パン追いだったんやけど、息しょうけど、離れたったらいいやろか。ちょっとパンだけ置いたけど、離れてみるわ。かわいそうやけどな。水が足らんのか食べ物がないんかよう分からへん。来た。ちょっと離れるで。こっち見た。大丈夫やで。パン食べよ。あっち行ったらちょっとびっくりしたけどな。ああ、陽菌か。パン食べてほしいな。あれ、6個。90円食べて。はい、水どうぞ。水飲み？ん？あかんの、野生でわからんか。ん？お水。はい、元気出せ。パン食べて。パンなんか食べたことないか。よし。よいしょ。ちょっと元気になるか。水がないんか、食べ物がないんか。何がない？大丈夫かいな、もう。よしもうちょっと取って組んでったろ。元気出せよ。こっち見とうで。こっち見とうで。よし。お水。こっちにな。いや、また倒れと。来週帰られへんなって思った。なあ、鹿と漁師と思うのに。よいしょ。よいしょ。ほい。よう、大丈夫かいな。ボトンで頭打って。はい。ほい。はい。おい、おい、いらんの？飲まれへんぐらいやられんね、元気ないんか。よし。立てへんか、まだ。よし。元気出せよ。おい。元気出せよ。おい。そのパン食べよ。パンなんかわからんか。どう？ちょっとマシになった？ちょっとマシになったか。よっしゃ、もうゴー、雷な量で。はい、山帰れ、山な。帰れたらええけど。よっしゃ。
ピンポンもお付き合いできひんから、ちょっとそれ戻るわ。よいしょ。え気になるか、こっち見て。なあ、ほんまに。ちょっとかわいそうなんやけど、野生やからな、どないできんのやんな、これ。うん。おーい。大丈夫かな、こっち見とけど。上が山なんです。あ、そっか、降りてきた。ねえ。ちょっとここの崖っぷちでコケで血出とうやん。帰られへんのちゃん。山帰れるか？ん？ほれ。飲めんか。今雨降ってくんのに。パン用食べんかったな。潰れただけ。おいおい、飲めよ。おい、飲めよ。いらんか。痛いかな。これはもう陽気上がらへんわ。なあ、明日の朝どないやろな。帰ろう思ってな。来たんやけど、パン食べてくれとった。ちょっと元気なりょうか？お？うん。なあ、野生やけどな。動けんようになったらもう頼らんしょ。足なあ、ほんまに。どないもしょうがない。うん。だけど、あれや。パンあらへん。うん。なあ。うん？よっしゃ。なあ。もう6時回っとうけど、明日来てな。おらよ、なっとけよ。山帰れよ、山。ここから先上がってな。山や、力つけてな。暑いでな。うん、はあ、思うこといっぱいあるな。うん、かわいそうやな、生き物やでな。うん、無理にな。こんなとこまで降りてきて、溝にはまってもって。どないも用意したらんけどな。バイバイ。帰るで。しょうがないもんな。うん。帰ります。ここはね、動物が降りてこうへんように、ちゃんと施錠して。人間界の方が、降りの、みたいな感じになってますけどね。うん、はい、名残惜しいけど、バイバイ。頑張れよ。どうしたらいいんやろな。足骨折れとんかも分からへん。雨降っとうのに一晩明けてな。うん、どんなしたらいいんやろな。雨降っとう、やっぱ足骨折しとうかも分からん。うん、キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、ちょっと番外編ということで、菜園事情のね、動画じゃないんですけどね、一応キンポン広場っていうのはほら、山際でね、ちょうど山からずっとこう下ったところに、その下り先が自治体の墓地があって、で今度その溝を挟んで敷地になってるところからが金峰広場になっているんですけれども、自由気ままなね生活をしているんですが、時折鹿がね、やってきます。ただ周辺整備がなされているんでね、サイドに柵があってね、でその柵に守られているんで、鹿が簡単に降りてきても野菜を食べられたりっていうことはあんまり経験したことはないんです。ただ大きな鹿がね、柵をジャンプで乗り越えてね、すごい出くわしたことがあるんですが、でもね、そんな大きな鹿っていうのはね、人間も警戒しと思うんやから、もう出くわしたらびっくりしてもうてね、馬みたいに、もう速攻でね、だーっと田んぼの方にね逃げていったことは何年か前に経験したことがあるんです。であとはね、猟友会っていうどこの地区にもあると思うんですけど、鹿ってなんて言ったらいいんやろ、害獣、害鳥獣いうか人間社会に悪影響になる、イノシシでも鹿でもそうなんですけどね、奈良県だけですかね、守ってあげてるっていうのはね、守ってあげてるっていうのも何なんかわからへんけどね、いうのは鹿見たら可愛いんやけどね、奈良で鹿せんべい食べる姿見ても可愛いんやけど、なんせ野菜作りをやってる、農家にとってはね、やっぱり害獣ですわね。だから金庫のところもコンクリートのメッシュ菌ね、宿屋メッシュ菌を敷いてね、柵をしたりとか、いろいろそういう方法をとってるんですけれども、
やっぱりああやって見たら愛らしいね、目がクリッとしとってね。うん、で昨日はね、夕方、そのさっきお話しさせていただいたように台風が来るから言ってね、はい、琉球朝顔の、そのさっきのその防虫ネットを利用してそこにまあ登らせたり、でそこにかぼちゃを登らせたりね、うん、平面栽培ができひんので、立体栽培でね、なんとかしてまあ収穫を得ようとしてね、そのまた話横道したんですそれ言うんやけど、結構まあかぼちゃもね収穫できたりしてます。うん、でまあそれをねちょっとメンテナンスしようと思って、今日は台風が接近中いうことで、うん、それを切りに行った時にね、ちょっとざわざわっていう音がしてね、ちょっとその方を見上げたらね、ちょっともう野生細ったような、なんかよろけっているような、ふわんふわんふわんとなって、ポッポッポッポテンリーン言うてね、倒れたんです。あれ言うて、うん、鹿やんと思ってね、降りてきたんやけど、普通やったらあの山登って帰るんですよ、見るんですけどね、やっぱり鹿がね結構多いんで、猟友会の方も休みや言うたらバーン言うてね、鉄砲の音と犬の鳴き声吠えるね、うん、やのもよく聞いた経験記憶があります。うん、実際にねその捕獲した姿は見たことないんですけど、あんなところを見てしまったんでね、昨日はね帰ってからね YouTube でね検索したんですよ、鹿の捕獲とか、あとその方法について。そしたらね、ワイヤーでね足を引っ掛けてね、で翌日行ったら足引っ掛けられてもてね、で逃げられへんされたとこにね、猟友会の人とかが行ってね、まあ捕獲捕殺するんですけれどもね、一応害獣扱いなんでね、あんな顔しとってもねやっぱり処分せなあかんからね、ちょっとまあそれ気になる方はもうほんまに心苦しいけれどもね、YouTube で捕獲とかそういうので調べられたら、ちょっとこう心がギュンとなるような内容です。男がめめしいこと言うてね、多分思われる方もいらっしゃると思います。うん、だからまあああいうのってやっぱり害獣やけども、せっかく捕獲したんやったらね、食用にするのがあってジビエとか言うて、最近まあ話題のね、この辰野市でもジビエ料理の専門店があるぐらいですけれども、ここからまた北に向かったところにでもね、結構まあ宍粟市とか行ったら山が高いんで、結構まあ鹿の量も多いんでね、猟友会も結構たくさんあって、鹿肉料理っていうのがね結構多いです。うん、金本も何年か前に鹿肉料理で、まあ、ワインで味付けしたりすることによって、鹿の独特の臭みがね抜けてね、うん、美味しい、まあ、カレー、鹿肉カレーとか鹿肉コロッケとかね、結構あるんですけどもね、そのジビエ料理いうのもあったりして、だからもう考えたんです、あれって勝手に逃げてくれたらええのになって思ったりしたんですけれども、触れたらあかんねんね、また。うん、まあ人間側にしたら触れることによってダニとかいろんな動物のバイ菌がね体にまあ接触するということが一つと、それと人間の匂いを野生動物につけて山に帰らせると、今度戻った時にね仲間に入れてもらえへんみたいなね、そんなところもあるみたいね。うん、まあただ単に怖いだけで触れへんかっただけで、うん、パンをやってね、そんなパンなんか食べますかいね、あんな弱ったことになってもって、うん、罠に引っかかって罠からすり抜けて足骨折したんかな思ったりね、いろいろ考えてね、それで YouTube 検索して見たりしたんですけれども、結局よくよくそのブスッと刺されてね、心臓は刺さへんの、なんか生かした状態で血だけ抜いてね、それでなくするみたいな、なんかごっついシーン見てもてね、閲覧注意みたいな、見てもたんですけど、かわいそう、断末魔を聞いたりねしながら、食を生き物をいただくいうことはそういうことなんやな思ってね、うん、思いました。この間から男料理いうことでね、鶏の胸肉をこう観音開きにさんまにこうガッと開いて、でそこに味付けよくするためにフォークでねグス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 って刺した時にもそんな話したと思うんですけどね、うん、たったそういう鳥の殺生でもね、生き取ったものをいただくいうことはかなり申し訳ないことやなっていうことを思います。やっぱり心臓が動いて目がある生き物を食べるいうこと、まあ動物にしても魚にしてもそうなんですけどね、血液が回ってるっていうものをやっぱり真剣に考えたらね、食べられへんようになってしまうな思ってね、いくばしかはやっぱ心を持った生き物が生き取ったから、うん、でまあ、最後に見ていただこうと思うんですけど、結局、まあそれでそのままあそこで雨が降って死んでしまうんやったらね、ジビエ料理にでもなって、
口に入る食材としてなる方が本望かなと思ってね、結局キンポンが買えてなかったから電話したんですよ、うん、で電話したんやけどね、電話先がまずは保健所から電話したんです。犬でも何でも保健所から電話するでしょ。ほんならね、保健所に電話したらね、動物愛護のね関係の部分が中心になっとるからちょっと違うって言われてね、またかけ直しになって、今度どこにでそこに紹介してもらったら農林振興事務所というところにね、教えていただいて、今度そっちに電話したんです。ほんならね、そっちはね、害獣やから生きたまんまいうことじゃなくて死ぬまでねほっとってくださいって、で死んでからえ言うて、えそんなんと思ってね、死ぬまであの状態でほっとくん、と思って他に方法ないかなと思って、まずはね今度市役所に電話したんです。最初から市役所に電話しとったらよかったんやけどね。で市役所に電話したら農林水産課いうところがあってね、そこに電話したら猟友会ともつながりがあったりなんかして、でまだ生きてますかいうことで、生きてますって、うん、あんまり近寄ったら暴れて体に怪我されたりするかもしれないんでってね、ちゃんとアドバイスをいただいたんですけどね、いやそんなことないんです、もう誰も弱っとってね、水飲ましたりね、なんか可愛いなって思ってね、それで生きとううちに食材になったらええかな思って、結局死んでしまうんやったらね、やっぱり本物の方がええかな思って決意してね、電話したんです。なんか電話たらい回しになって、保健所電話して、農林振興事務所電話して、市役所行って、そこから農林水産課電話してね、うん、それで来たんが、来られたんが10時半ぐらいやったかな。金本が朝確認したんが朝の5時なんです、うん、気になって見に行ったんが、その時はあんな感じやったんですけど、うん、でもまあなんて言ったらね、来られた時にね、まだ生きてるんですかって、死んでますよって言われ、えあれから雨降ったからと思って、ね、一緒について行ってね、うん、一緒に後ろからついてて見たんですけどね、目がないの、目ん玉が目ん玉がないの。あーそうか、昨日の帰りぐらいからねカラスがね上をパタパタ見張りしてました。すごいね、カラスもやっぱりすごいね、四季を知ってるいうか、あいつも無理やなっていうこと知ってるんかもわからへんね。何匹かがねうろうろしてた。で朝今日5時に来る時もスーッと取っとう時にね、取ってたんでね、もうは狙っと狙っと取ったんかなっていう感じしてます。で電話したりごそごそしたりしてる間に10時半ぐらいにね役所の方が来られたんですけど、一緒に見たらね、目ん玉ねないんで、言うてものすごいびっくりした。なぜですか言うて、やっぱり柔らかいところから先に、まあ殺されたんがまだね、目だけくり抜いて、もうほんまにこんな話してもう番外編なんで許してくださいね、ご覧になっていただいてる方に。でもね、生き物ってそういうことなんだって、今回初めて思いました。生き物をいただくいうこと、うん、だから殺生イコール自分を守るっていうことやから、人間が食べるためにね、鳥も豚も牛も、うん、まあ、イノシシなんかでも最近はシシ鍋言うてね食べるようにしてますけどね、無駄なことにせんようにするために、うん、だからそんな考えたらね、食への感謝いうのをねすごいやっぱり思うようになりました。植物をね育てよっても、種から芽が出て双葉になってね大きくなっている時にね、間引きをしたりするんでも、この子とこの子とあの子とこの子と言うてね、大きく成長のいい子を残して、うん、成長の弱い子はやっぱり止めてしまう、外してしまういうような、何でも弱肉強食やから、その生態系のがバランスが取れどってこそ、やっぱりヘビはカエルを食べるし、うん、カエルもやっぱりそんだけの数が生きとうことやから、うん、そういうことを考えたらね、生命っていう尊さと食をいただくという感謝を、まあ、また改めてね、感じることを経験しました。なかなかね、うん、血を巡ってる生き物を言うたら思うことが多いです、うん、そんなわけでね、今日はなんかめめしい話っ、うん、ぽく思われるかもしれません。それがあるから食が成り立つんやけど、ね、まあ、今日この辺でお話を終わらせていただきます。最後まあそういう感じで、結局生きたまんまじゃなくて死んでしまったんです、うん、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ほなまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。